昨日も公開練習で多くの、方がねスタジアムに足を運んで、まあ、雰囲気も含めて、まあ、ようやく、戦いのうちに来たなという気持ちですし、まあ、今日も本当に、まあ、この施設で初めて練習して、まあ、ここまで本当にスタッフが、ね、努力していい環境を作ってくれた、まあ、そういう、まあ、昨日の多くのサポーターの話も含めて、まあ、いろんな思いを背負ってプレーしたい。いやもう素晴らしいところです。本当にリラックスする部分で本当に、まあ、いろんなものがありますし、まあ、ピッチも本当に施設内にあるのですごい出ますし、まあ、練習の終わった後も、まあ、残っているところは残っている関係もある、まあ、本当全てもうでも本当最後の調整だと思いますし、まあ、まずはコンディションが大事ですし、あとは最後の最後まで自分たちが、まあ、守備の面でも攻撃の面でもどれだけ こだわりを持って最後まで準備できるかというのもうですね、まあ、あと先のことを考えているかどうかといえば、まあ、自分の中ではそのキャリアの、ね、プランを持っているので、まあ、先のことは先のことを考えています。でもこの、まあ、ブラジルのワールドカップというのは2010年の南アフリカ大会の前から意識している大会なので、まあ、そういった意味で、まあ、4年だけじゃなくて、まあ、ようやくここに来たんだなという気持ちが本当に強いですし、まあ、今まだ残された時間はありますけど、そうじゃなくて、まあ、ここまでの自分としてもここに向けて準備してきた、まあ、そういった気持ちの高ぶりというのは、まあ、前回のチームは本当にいろんなこう状況を乗り越えながら本当に最後にこうチームとして、ね、すごいまとまったっていう、まあ、感じもありましたし、まあ、ただその、まあ、いろいろ今までの、ね、こう例えばヤットさんだったりとか今まで前回の大会でもこう、まあ、先輩たちが前の大会とかでこうどういうことが起こったのかっていうのをやっぱ自分たちに話してくれたことでそのチームの結束の重要性っていうのも自分たち自身もやっぱ認識してますし、まあ、その辺は2010年のああいう体験があったからさらにこう今のチームの結束力につながっているのかな。ただこう仲がいいっていうだけではないですし、ピッチの上では本当にお互い競争心もありますし、まあ、厳しいところは本当にお互い、ね、言う部分もあるし、まあ、その辺も本当に、まあ、仲の良さだけじゃなくて大人の集団なんじゃないかなと